皆さんこんにちは。こんにちは。JPC チャンネルです。はい、今回もトレーニングの方を進めていきたいと思います。今回は腸腰筋というところの筋肉にアプローチする種目を紹介させていただきます。1回目の紹介でも腸腰筋説明させていただきますが、腰の骨と大腿骨、骨盤と大腿骨を結ぶ大腰筋という筋肉と腸骨筋という筋肉の2種類があります。その筋肉2つ合わせて、腸腰筋と言われています。上半身と下半身を結ぶ筋肉になりますので、生活を送っていく上でも必要な筋肉になりますので試してみてください。最初負荷の少ない種目からニーレイズと言います。仰向けに寝ていただいて、膝、股関節、足首90度を保った状態で、軽く肩甲骨を浮かすぐらい、腹筋に力を入れて腹圧を上げた状態でスタートします。ここから骨盤を浮かすイメージを持って自分の方に浮かしてきて止めます。止めます。戻した時に股関節90度以上にいくと腹圧上がってないと腰を反ってしまうので、戻す時にしっかり腹圧を高めて骨盤、腰椎、腰の骨を押し付けれるように意識をして行っていきます。実際に服部君にやっていただきます。頑張ります。じゃあ10回行います。はい、行きましょう。1、はい、2。股関節を曲げるだけではなくて骨盤を浮かしてくるイメージで、丸くなるイメージで、4、5、6。疲れてくると奥へ行ってしまうので腹圧を上げて止めます。10、ラストです。10、 OK です。次の種目もニーレイズという種目なんですが、先ほどより負荷を増すために足を床ギリギリまで足の裏を下ろしていく、また奥まで引きつける、腹圧を高めて反り腰にならないように行います。じゃあこれも服部君にやってもらいます。はい、90度保って骨盤を浮かすぐらい引きつける。引きつけたら床ギリギリまで下ろして、この時に腰浮かせない、下ろしに行きます。遠くから引きつける、先ほどよりも遠くから引きつける、ブレーキして引きつけるをしっかり腹圧と合わせて行っていきます。しっかり骨盤を浮かしに行きます。あと2回です。 OK です。OK ですか？結構きついですねというような形で、先ほどよりも負荷は増すので、より一層腹圧を高めることを意識して行います。じゃあ今の種目よりもまた一つ足の形を変えて負荷を上げていきます。今度レッグレーズ、足を引きつける動作、膝をしっかり伸ばして肩甲骨軽く浮かして、この状態から反り腰にならないように腹圧を上げた状態から骨盤浮くところまで引きつけてきて、ここで腹圧を上げて止めます。反り腰を絶対に作らないという意識で行います。はい、行きましょう。どんどんきつくなってきましたね。まずしっかり膝を伸ばしに行きます、はい、この状態で高めからスタートして腹圧を高めた準備、そこから引きつけて、ここでブレーキしてグー、そうです、肩甲骨浮かしながら頑張ります、はい、3回目、そうです、 OK です。我慢して骨盤浮くところまで、おお、下げすぎると反り腰の要因になるので、ギリギリまで下げずにその手前で保っているところで上げてきます。あと2回です。もう1個上げます。はい、 OK です。うわ、足の重さが当然膝を伸ばした分だけ体幹にかかってくるので、そこでしっかりブレーキングすることが腰を守ることにもなるし、腸腰筋にしっかりと負荷がかかります。次の種目は、デッドバグという種目になります。片一方の足を腸腰筋で引く、腹筋で起きる、手で押す、この力比べをした状態でスムーズに体格の手と足をタイミングよく
体幹を安定させてスムーズに行うという種目になります。連動性や複合性の要素で必要な種目になるのでスポーツ選手特に必要になってきます。では一回服部君にやってもらいます、はい、まず基本の形を作って、はい、体格で押し合う、肩甲骨浮かす、この状態で片一歩はもう固定になります。その状態を作ってスムーズに体格の肩甲骨股関節を戻して動かしていきます。OK です。緩めずにグッと押し合って3、呼吸を止めないで4、5、肘膝も曲がらないようにしっかりタイミングを合わせて体幹でコントロールしていきます。あと2回です。最後頑張って、はい、 OK です。で今のように3種目紹介させていただきましたが、負荷の、軽い種目から行ってもらって、腰とか含めて、股関節の詰まり感とかも含めて、問題がなければ、足の位置、足の角度を変えて負荷を増していく。でその基本ができるようになったら、今度はスポーツのために連動性、を増すために、最後の種目を行ってみていただくといいかなと思います。はい、今日はまた腸腰筋第2パターンということで、やっていきました。ご参考になりましたら、ご自宅でもぜひまたやってみてください。はい、ということで以上、JPC チャンネルでした。さようなら。このチャンネルでは子どもたちの運動に対する悩みをどんどん解決していきます。悩み、相談など、何でも結構です。ぜひコメント欄に書いていただいたら、動画にしていきたいと思います。今後も定期的に発信していきますので、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。以上、JPC チャンネルでした。さようなら。